つもお世話になっております。SABC 難波店のスタッフ A です。今日はですね、ハロウィンイベントということで、ちょっとね、いつもと違う服装やっております。で、今回ご紹介する銃の方なんですが、こちらですね、シグの P320 の X キャリーですね。ご紹介していきたいと思います。こちらの方ですが、全長が220mm となっております。非常にコンパクトですね。そして重量の方なんですが、まあ、空のマガジンで刺して、710g となっております。マガジン相談数が21発になります。注入バルブも箱出しであると海外仕様となっておりますので、またうちでね、注入バルブ交換したら日本仕様として変換できます。こちらのモデルなんですが、1点結構特徴的な部分がありまして、ホップアップの調整ですね。箱の中にこういう付属品入っております。でこちらをこのスプリングガイドにつけて回すことで、ポップアップ調整ができるって結構簡単なシステムですね。あとこちらのスライドストップのレバーとセーフティーですね。右左両方ついていますので、まあアンビっていうやつですね。仕様となっております。このように P320 用のコンペとかもつけるので、まあいろいろカスタム楽しめそうですね。では実際ね、レンジの方で打っていきます。はい、それでは打っていきます。それでは初速の方を見ていきます。だいたい65変形みたいですね。こちらのね、シグの P320 ですね。一体どういう銃なのかというと、 M17、M18 っていうモデルが米軍で正式採用されたんですよ、ハンドガンとして。で、そちらが結構大ヒットしたというか優秀な成績を収めたみたいで、先ほど言った M17、M18 ですね。まあ、M ってついてるのでお気づきかもしれないですけど、まあ、軍用モデルとして登場した。で、今回ですね、X キャリーっていう、まあ、民間向けに作られたモデルですね。そして X キャリーっていうものは、人体工学を基づいて設計されたモデルになります。なので、まあ、ハンドガンで必要な機能っていうのがいろいろ備わってるみたいです。まあ、こちらにレールがあって、まあ、アクセサリーオプションですね。レーザーとかライトとかつけれますし、あとこちらにね、切りかけがございまして、こちらにマウントでね、ドットサイトとか載せれるようになっております。こちらのね、ハンドガンのグリップ、フレーム部分ですね。もう結構特徴的なグリップになっておりまして、やっぱりこうやって持った時にすごい操作感がすごいしやすいなっていうのがわかりますね。こちらのフレーム自体もね、非常に今価値があるものだとなっております。個人的に打った感想なんですが、すごいですね、これ。握って適当に構えて打ったんですよ。で、最初の方、サイティングなしで数発打って、後からサイティングして数発打ったんですが、割とね、サイティングしてもしてなくても、思ったところにちゃんと飛んでくれるっていう感覚があって、非常に面白いフレームの設計となっておりますね。これはかなりね、サバゲーとかでも使いやすいと思います。はい、以上、SIG VAC の P320 の X キャリーでした。ご視聴ありがとうございます。